。この番組でも散々川崎いじられてるでしょ。うん、まあいじるっていうか、まあまあ、はいはい、喋ってはいますけどね。マッドマックスとか、ポッサムシティとかさ。まあ、モデルかね、もともと。先週はほら、なんだか、ウォーボーイズ。ウォーボーイズね。はい、川崎のゆるキャラだっ。そうですね。全然違うから、うん、なんか、金龍街にハラスカした野犬が、うろうろしてる。うんじゃないの、いないんだよ、そんなやつ。野犬もいないし。寒いから今余計に多いでしょ。違う。日本中の野犬が銀龍街の暖を求めて。集まって。そんなんじゃないの。いや、そういうね、うん、川崎のちょっとイメージも、一新してな、ゆくゆくはやっぱ、市議会の議席も僕狙ってますから、ちょっと、調査も込めてね、そう、うん、この間仕事終わりにね、川崎でちょっと飲み行こうかなと思って、行ってきたんですよ。ね、京急で帰ったんですけど、うん、蒲田からさ、うん、なんか、変なさ、なんか琵琶湖毎日マラソンみたいな T シャツにさ、フェラーリのキャップかぶってさ、紙袋持った、やっべえ、こいつやばそうだなと思うやつが、もう川崎降りて、割ったイメージ悪いわ、なんか、こんなやつがいると思われるわ、とか思いながらさ。俺、そいつ見たことないけど、頭に浮かぶわ。フェラーリのキャップかぶってんの。どこで売ってんだよ、みたいな。で、降りて、一緒に降りてさ、で、改札出てさ、まあ、行くとしたら、やっぱもう、やっぱ銀龍ちょっと調査するしかねえな、つって。銀龍行く途中にさ、うん、ミスドがあるんだけど、銀龍。なんでミスドで笑うんだよ。なんか面白い。ミスドあるよ。ミスドあるだろ。銀龍。なんか京都とかだとコンビニもなんかそこにね、合わせた色合いとかにしてるけど、ね、うん、やっぱなんかそういうアスファルト色みたいな感じ。違う。普通のミスタードーナツの普通の色、東京と変わんないよ。あ、そう。東京と変わんない。そこに、なんか、ハンドルガン絞りした中学生がさ、止めて入っていくの。あ、違う、見てない。まだいるの？いるんだよ。うーわー。カチやつ、いんのよ。でも、銀龍が入ったら、もうそんなの。ゴッサムシティでも、なんでもないですよ。野犬もいないし。いや、もう、すでによ。綺麗な街ですよ。絞ってる時点でも、先週の話じゃないけど、バックトゥザフューチャーよ。違う。20年前の日本。そんなやついない、いないのよ。ああ、そう。うん。で、なんか居酒屋みたいな銀龍街にあって、うんうんうん、飲み行こうと思って、うん、飲んでた。2杯ぐらい飲んで、うん、ちょっとなんか友達とか誘おうかなと思ったけど、うんうん、誰も捕まんないからさ、ああ、そう、もう一軒行こうかなとか思いながら、帰ろうかなとか思いながら、うん、外出たら、うん、なんかね、女子高生みたいなさ、うん、ジャージ着た、なんか部活帰りみたいな、うん、もう結構遅い時間な、24時ぐらいで、うん、溜まってて、え、アルコ&ピースさんですよね、みたいな。ああ、見たことある、うんうん、え、誰ピース、いや、ピースじゃねえよみたいな、なんか、俺、満金でさ、突っ込んだの？突っ込んでる、突っ込んでるし。なんか、それもなんかさ、ツイッターのなんか動画みたいなの上がって。え、動画？うん。あ、それ、坂井とわちゃちゃってやってるの？わちゃちゃってなってる。あ、そう。らしくてさ、うん、今、福田、作家の福田から聞いたんだけど、うんうん、うわーってなって、写真撮らせてくださいとか動画も撮っててさ、うん。ちょ、なんかちょっと人だかりみたいなの、ちょっとできてきて。おー、ああ、誰だ誰だって、ね。誰だ、うん。ちょっとやべえなと思って。ちょっとすいませんっつって、ちょっと次行かなきゃいけないんでみたいな感じで、さーってその人だかり抜けようとしたらさ、後ろからガーってヘッドロックされて、俺、ヘッドロック、見つけたって言われて、やっべえと思ってパッて見たら、俺の中学の最強にして最強、凶悪の凶の最後の、鈴木ってやつ、やっぱ、4、5人いんのよ、周りに。右見たら、桜本中の奥田。左見たら林校中の佐々木。いやもう、俺の地域のオールスター。極悪オールスター。うわーこんな楽しかったのに、マジごっさみしてた。終わったわ、と思って。うわ、怖っ。うん。ケンタ飲み行くか。うん。あ、ちょっとでも。予定もあるしなぁと思って、いや、ちょっとぐらいいいべ、つって、うんうん、無理やり連れて行かれて、なんかさ、なんかみんなが行きつけのさ、うん、ダーツバーみたいな。うわ、怖っ。ガン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 音鳴ってるところでさ、いやテキーラショットで、みたいな。うわぁ、と思って飲んでてさ、うん、みんな話聞いたらさ、うん、不動産屋やったりさ、うん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 、広告関係ついてさ、うん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 、学生時代こいつらどうせ、うんうん、人生失敗するんだろうなと思ったけどさ、うんうんうんガチガチに成功してんのよ、みんな。いや、そういうやつって意外とね。金も全然、年収とかも全然勝てないの、もう。ああ。ずっと勝てねえんだろうな、とか思いながら。ああ。
したらなんか一人のやつはちょっと酔い始めて、おう大喜利やんべ。マジゴッサムかよ。いやゴッサム別に。クソかよ。バットマンそういう映画じゃねえからさ。やったなと思っても。プロの休み見してくれよみたいな言われてさ。最悪だわと思って。なんかお題もなんかさ。四十九手目の対話みたいな。げっし、げっしいやつ出すな、おい。げっすいやつ。見せつけてやっかと思って、もうこいつらに。プロのやつ。まあね。悩んだふりしてもう浮かんでんだけど。いや、それ、それ俺に言わなくてもいいけど。夢芝居ってことですまあまあいいでしょ。いや、面白い。ねえ。うん。キーンええー。キーンっつって、ねうんうん、あのベース音が鳴り響くトク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 、うわ最悪、全然面白くねえなみたいな。へでもう一人なんかちょっとさ、臨行中のやつはさ、ちょっとなんかいじられるヤンキーみたいなやつでさ、あまあまあまあ、うん、なんかネジ式って答えてドーンって受けて、え告げ業者あるの？うん、なんだこの差とか思いながらさ、笑いでも勝てねえのか、年収でも勝てなくて。いや、ねじ式確かにちょっと、絵に浮かびやすいね。ああいうやつってセンスもあるからさ、勝てねえのよ、結局。何やっても。スポーツもできるし、足速いし。ああ。最悪だわ、と思って、もうみんなベロベロになって、ちょっと後輩呼ぶわ、つって。なんか車でその後輩、そいつも2個下ぐらいの中学すげえ悪かったやつが、先輩来ましたみたいな。もう。でっけえアルファードみたいなのってさ、東扇島海見に行くべ、つって。おっせえ時間、もう終電、いや、俺も終電もうちょっとやべえし、ちょっと帰ろうかなと。うん、東扇島は工場地帯だよね、埋め立ての。うん。やっぱ俺もう、これ絶対ロープで縛られて、タケシがガムテープでぐるぐるにされてなんでだよなんかされるわ大喜利つまんねえから大喜利つまんねえしゴッサムだしやべえと思ってでもなんかそこ普通に連れてってもらって、うんうん、なんか夜景とか見てさなんかみんなでそれ誰をぶっ飛ばしたとかさボコったとかボコられたとかいう話も全然ついてきて全然面白くないの 32?32 とかないとしてまたそんな話してんのよあいつら本当に全然星も見えないし。こんな街じゃ。夜景も、工場地帯の、すごい綺麗なんだけどさ、もうスモックで全然見れなくてさ。よっしゃ、もう行くか、つってそんな話して帰ろうとしたらさ、もう終電ない。1時半とか。じゃあな、つって、ボーンって、高崎駅前で降ろされて。いや、マジか、こいつら、って。すっげえ、また嫌いになったわ、と。思って、どうしよう、満喫行くか、どっか行くか、時間潰そうかなと思って、とぼとぼ歩いてたらさ、その辺ぐるーって一周回って、もう一回来て、うっそだよビッタべみたいな。中2の時やり終えた遊びじゃん。今でもやってんだ、あれ。俺もだから、その、中2の時のリアクション変わんないね。勘弁してよスネオだびっくりしたそのまま新宿の家まで送ってもらった。